ので、ゆばグルメね、たくさんあるんですけれども、駅前にですね、まず、揚げゆばまんじゅう、そして、バンスのね、ゆばそば、ゆばクレープ、で今のお刺身、もう揚げていくとキリがないんですけれども、湯葉はですね、京都の湯葉と違いまして湯の波というふうにね、漢字では書くんですけれども、京都では湯葉、湯の葉っぱというふうにね、京都は書きます。で京都はですね、湯が出来上がった膜を端から引っ張りますので、1枚の湯葉なんですが、日光の湯葉は膜を真ん中から引き上げて2枚にしていくので、とても歯ごたえがある食べ応えのある湯葉になっております。はい、では大倉駅を通過してまいります。進行方向左手側のお宅のお父さん、お母さんがいつも通過の際は手を振りに出てくださいます。今日はどうでしょうか。あ、今日もお父さんお母さんね、お二人で見送り出てくださっておりました。はい、社内の皆様もお手振りのご参加どうもありがとうございます。大倉駅通過いたしますと、まもなく進行方向右手側、白いね、大きな建物見えてまいります。グループ会社の東武建設さんなんですが、平日は社員さんがいらっしゃいますので、通過の時刻、可能な限りですね、お仕事の手を休めて皆さん手を振ってくださいます。右手側ご注目くださいませ。今日もですね、うちわを持って1階と2階から社員の方お手振りしてくれておりました。通過いたしますと、右手側、フクロウの森という場所見えてまいります。日光にですね、チェーンソーを使って、ね、丸太からフクロウを作ってしまうお父さんがいるんですが、チェーンソーアートといいまして、たくさんのフクロウさんたちが皆様をお出迎えしてくれます。ここからまた少しずつ森坂に入ってまいります。
ます。SL ケイタンと水で走っておりますので、現在前の SL の機関室では、監視官、そしてね、カバの中に積たわれる機関乗車、安全確認を行う機関乗車、最低で3人機関室におりますが、頑張ってね、力を込めて登っていくために積たをたくさんカバの中に入れている最中でございます。の中でどんどんと石炭が燃えまして、煙突から出る煙も黒くなってまいりますので、ぜひ窓の音と煙の様子もねご注目ください。こちらの新高徳駅もね、とても
調節されておりまして、夜になりますとピカピカの、ね、可愛らしい駅に変化いたします。はい、ではここで車内アナウンスですが、車掌さんにちょっとお願いしてみたいと思います。車掌さんお願いいたします。ありがとうございます。本日はお客様に SL タイルについて、ご説明をさせていただきたいと思います。この SL タイルは6両編成で、前から SL、車掌車、客車3両、DL で運転いたしております。 SLCJ1 型207号機は昭和16年に山口県の日立製作所で製造されました。製造後は北海道内で運転を行っておりましたが、昭和49年に一旦役割を終え、北海道新日高町に停滞を戻されておりました。時は流れて平成12年に胴体保存機として復活し、主に SL ニセコ号として使用されてきました。その後当社で SL 復活運転を開始するにあたり、平成28年、 JR 北海道用に JR 北海道より借り受け、現在この地にて運転いたしております。車掌車は、昭和49年から製造された48000型を JR 西日本と JR 貨物より譲渡を受け、保安装置搭載車として使用しております。お客様がご乗車しておりますこの客車は、昭和46年から製造された国鉄14系客車を JR 四国から譲渡を受け使用しております。14系客車の中でも製造トップナンバーとなる1号車両や5号車両を使用しており、歴史的価値の高い車両となっております。皆様にできる限り当時の姿をお楽しみいただきますよう、外装と客室については製造当時の姿に近い形で再現しております。また本日2号車、通称ドリームカーは1974年に製造され、1988年に JR 北海道内の急行マリモに採用されておりました。その後2016年3月まで青森札幌間で運行されていた JR 最後の定期急行浜那須に指定列車として転用されておりました。座席はグリーン車用腰掛けを使用しており、シートピッチが広く取ってあります。昭和から平成を駆け抜けた夜行急行列車へのノスタルジーを感じていただきながら、SL タイルの旅をお楽しみください。また鬼怒川温泉駅に到着後、 SL につきましては電車内にて開店いたしますので、お近くでお楽しみください。車掌からは以上でございます。
の停車駅東武ワールドスクエアに近づいてまいりました。ご利用のお客様そろそろ乗車のご準備をお願いいたします。ではこの辺りで沿線アナウンス一旦終了とさせていただきます。大変お外寒くなっておりますので、暖かくして日光観光ぜひお楽しみください。どうもありがとうございました。
またのご乗車を心よりお待ちしております。